はい、皆さんこんにちは。はい、これからね、スポット行きたいと思います。まずはもう目の前、開門トンネルですね。はい、そちらはね、鹿児島県の中で結構最強の心霊スポットって言われてて、結構多分トップの心霊スポットなんだけど、はい、まあ昔戦争の病院とか、うんうん、そういうのがあったとされる、まあ、その場所にできてたトンネルとされてて、うんうんうん、いろんな現象が起きると。例えば車で走ってたらミラーとか、いやー、その横の窓ガラスとかから女の子がこう覗いてきたり、濡れた女の人が後部座席に座っとったりと、まあなんかいろいろ。どういうこと？濡れとる女の人がこの後ろにジェロムがおるところにおったり、まあなんかいろいろそういう心霊現象的なものが起こっとるみたいで、トンネル自体は777メートルあってめちゃめちゃ暗いで、多分中がこっから見る感じも全くライトがなくて、入った瞬間から真っ暗なので、うん、結構暗いな。だからめちゃめちゃ暗くて、徒歩で歩くこともできるし、なんか車で行くこともできるんだけど、めっちゃ細いから車1台が通れるぐらいの細さらしい。で、大体歩いて片道15分、往復で30分ぐらいの距離だそうです。ちょっと頑張ってね、歩こうと思うけど、もしかしたら途中でちょっとしんどくて無理になるかもしれないので、はい、そこはご了承ください。はい、じゃあ、行ってみましょうか。行きましょうか。はい、皆さん。はい。うわっ、それためようですね。ひぃうわ、これか。これ。なんか入ったことなくない？うわ、ちょっと怖いね。なんかもう、雰囲気も違うね。長っ、長い、うわうわ、いや、きつい。きついって長っ。待って待って、これはきついな。いや、一緒に行こう。ガチ長いな。一緒に行こう。特定、あ、これ借り禁止ってだけ。あ、オッケー。あ、なんかこれそのネットフリックスのねみたい。なに、なにこれ。おい、トモヒロ、おいおい、ジュレすんな。めっちゃ声響く。あわお、ライト暗、全然足りないんや。怖くね？ビタビタや。怖い、めっちゃビタビタ。うわ、2005年5月、幽霊とかじゃなくてさ、下にゴキブリとかがいそうで怖い。ガチなんだ。昼とか行こう。昼？昼とか。ああ、もし。うわ。はい、皆さん、暗すぎて何も見えないから、なんか車で行ってなんかランプつけて、トンネルの様子を見たい。はい。オッケー。はい、行きましょう。なんか壁に何も書いてないの？わかんない。ちょっと見てみる。まだ何もない。もう何もないね。怖いからあんま周り見ないわ。何も見てない。なんか普通に俺なんか変なの見てさ。あ、トイレって書かれてる。ストップストップ。ストップストップ。アンパンマンがうんこしてる。あ、トイレだ。SOS。歩いてくる。お、SOS。SOS。うわ、やば。来て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 。SOS やばいな。めっちゃ SOS。SOS めっちゃある。え、なんか左行ける？いや、それ。いや、それはやめた方がいい。出づらいし。後ろどんな感じ？後ろ。入り口見える？見える。入り口まで見える。まだまだね、じゃあ。ここなんか書かれてそうじゃない？なんか椅子がある。あ、椅子？椅子。椅子があった。父丸版な賃貸の賃貸って言った。ここめっちゃいろいろ書いてある。結構めっちゃいろいろ書いてある。結構多分大学生とかが落書きで来てんじゃないかな。怖。あとどんぐらいかな。あー、しんどっ。どういうかばれ。一番しんどい、多分その色が。あっちから車あったらもう終わり。ドライバーの技術的にもきついんよ。ああ、まだ座席濡れてないね。濡れてない、濡れてない。この距離バックするのなかなかきつい。結構入り口から遠くなってきましたけど。そう、
結構長いな。なんか下り坂ここから結構長いかも。ジェットコースターみたいな。でもこの辺誰も書いてなくない。多分みんなここら辺でさ、ね、帰るんじゃない怖くて。あれあれ行き止まり違うよね。さすがに右だよね。いや、え、閉まってない。閉まってる閉まってる。いや嘘、わかんない。嘘でしょ。あれさすがに右。あ、左に曲がるわ、さすがに。左左左じゃない。左に多分こうなってたら一応 Google マップ見たら右だった。あ、右だわ、右だわ。あ、よかった。全然人来ない、ここ、ね、全然書いてない、何も。右？それ右？大丈夫、俺目 2.0 あるから。 OK OK。 なんかめっちゃ閉じられてるように見えんだよ。え、これこれ何？これこれ何？え、ミミホ、あ、ミホロフ、ミホテルミ、ミホラブ、ミホラブテルミ。うわ、長いね。長い。これ歩きは無理や。これ怖いわ、歩きは。なんか、待って、おえ、おえ、なんかある。木が生えてんだ。木だね。おえから木か。え、なんか書いてあるよね、そこ。ドラえもんだ。ドラえもんだ。ドラえもんか。ドラえもん。ドラえもんかい。貸して、貸してみて。怖っ。無理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 。さすがに無理、ごめんなさい。大丈夫、後ろの座席濡れてない？濡れてない。女の子いない後ろ見たら。ガチ長いんだけど。めっちゃ長い。これ777m 以上だよ。来た。はい、みんなそろそろ出口。あ、出口。あれ、もう一個ある。え、あ、なんか繋がってない。え、嘘でしょ。もう一個トンネルない？なんかもう一個トンネルあるよ。もう一回トンネルある。怖っ。これまだファーストステージ、もしかして。嘘でしょ。嘘でしょ。え、ちょっと Google マップ確認しようぜ。今どこに現在地バグってんだけど。え、マジ。嘘。嘘でしょ。あ、まだ、あ、途中だ。今途中だ。あ、まだ終わってないんだ。まだ途中だ。長っ。もうやだー。ああ、どもいろ頑張れ。やだこれ。これ歩きはエグいって。これ死ぬで普通に。これ歩きはもうやばい。これ女の子と行ったら絶対恋人になるって、これ。どういうこと。死ぬか恋人になるかのどっちかやで、これ多分。出口じゃねこれ。出口か。出口か。いや、出口か。第3ラウンドあんじゃねこれ。嘘でしょ。ファイナルラウンド。おお、女の子の落書きが。あ、出口開いた。抜けた。オッケー。うわー、マジ怖い。でもこれ昼だったらいいけど夜だったら、ね、そう、やばい、超怖いね。何これ、何これ、なんか落ちてんだけど。え、うん、え、何これ、何これ、何これ。まあ普通にあれなんですけど、多分ゴミ。そういえばこの道俺らしかいないよ。そうよ、ガチでいない。ガチで。あー、安心。あー、2車線。安心。安心するわ、これ。はい、皆さん、次の心霊スポットはこちら。お橋ですね。お橋ですね。名前は涙橋。なんか想像してるような心霊スポットとちょっと違うかもしれないんですけど、あ、さっきのね、でっかいトンネルとかとも違って、あ、まあなんかここは結構その歴史を感じれる心霊スポットなんで、ちょっとその歴史を紹介したいと思います。なるほど、お願いします、はい。この場所は昔処刑場だったの。あ、罪人、悪人が殺される処刑場。 あそこに慰霊碑があるはっから、 まあこっち側が多分処刑場かな。罪人が家族と最後に別れたりする時にお別れをするところがここの橋だったの。だからここからこっち側は処刑場で、ここからこっち側は家族に最後に会えるところだから、最後こう涙を流しながら、まあ、お別れをするっていうので涙橋っていう名前がついてると。だからまあそう、処刑された人たちの霊とかが結構まあ出たりするみたいな。ああ、だから心霊スポットっていう風に言われてるかな。へー、いつも怖いという意味じゃないよね。そうそうそう、ここの心霊スポットはまあ怖いって言われば歴史を感じる。これ涙橋ですね。であそこにおつかある。おつかはいるね。じゃあ、あそこ行くよ。はい、これですね、 The Memorial Commemorating the Battle at 涙橋 Bridge。 これお墓ですね、はい。ちなみにバトルは何だ。これは日本人同士の戦いなんだけど、明治時代っていう時に明治政府っていう新しい政府と、それまで正常に握ってきた武士たちが戦った戦争があって、うん、1877年に西南戦争っていう戦いがあったんだけど。なるほど。でその戦いで負けた武士たちの家族がこの涙橋でお別れをしたから有名なんだ。なるほど。
絶対悲しいわ。うん、悲しい。それは泣くわ。そうだよね。家族と別れるって泣くわな。そうだよね。なるほどなるほど、面白いね。まあでもこれ夜中2時とかね、結構怖いだろうね。そうですね。じゃあ次行きましょうか。次行きましょうか。はい。まあこのシュエスパ島からやっぱりね、平和が一番。そうですね。そうですね。皆さん平和で行きましょう。はい、皆さん次の心霊スポットに着きました、これはこの公園ですね。ザビエル公園ですね。うわ、白教会ある。教会、ザビエル教会。1945年太平洋戦争がありましたね、はいはい、でその時にあの空爆がありました。でキリスト教の人というか、まあ、町の人はみんなその、まあ、教会には落とされないだろうっていう風に思って、この辺にある教会に逃げ込んだのね。なんだけどもろともなく教会に空爆がされて、教会に集まって逃げたはずの人たちはもうみんな亡くなっちゃったの。でその空襲で焼失してしまった、まあ、教会とか、まあ、そうで亡くなってしまった方々を祀る慰霊碑として、まあ、これが建てられたと。まあ、あと1949年がフランシスコ・ザビエルっていう人が日本に来日して、でその人がキリスト教を日本に広めたんだけど、その人が来てから400年が経った記念でこの公園が建てられたっていうのもあるらしい、ね、で、まあ、それがまあ一つなんだけど、もう一つこれとは関係ない話なんだけど、まあ、ここの公園にまつわる心霊の話で、血だらけの女性の霊が出るという話があったらしいです、この公園に来ると。でその話は2006年2月12日にこの近くにある集合住宅で21歳の妻が50歳の夫に50箇所刺されるという事件があって、まあその女性の方はもう血まみれなんだけど、それと同じぐらいの時期にこの公園でその血まみれの女性の霊が見えたっていう話があったので、まあそれも合わせてここが心霊スポットっていう。通行があるから割と明るくて、そうね、そうですね。このでっかい雰囲気が中にポツンとあったら結構怖いよね。そう、結構怖いよね。そう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 、いつな雰囲気を感じる。そうね。はい、皆さん最後の心霊スポットは、はい、ペコちゃんハウスっていうね。ペコちゃん、かわいいね、名前。そうね、なんかペコちゃんっていう、まあ、キャラクターがいるんだけど、日本のお菓子屋さんかな。その家自体、廃墟なんだけど、その家を管理している家族っていうのが、あのガス爆発で亡くなっちゃって、その家で、そう、その家が一気に、そう、ガス爆発でバンで亡くなっちゃって、消失した遺体がペコちゃんっていう人形の顔に似てたから、ペコちゃんハウスっていう名前になったらしいんだけど、まあそれが結構やっぱ廃墟だから、マジで草をかき分けたりして行くような場所らしくて、結構みんな怖かったです今。絶対怖いじゃん。絶対怖い、マジで。トンネルより全然怖いかもしれない。いや怖っ。はい、皆さんこれから徒歩で行きたいと思います。やば、なんかさ、これめっちゃヤバいですよね。マジヤバ、マジヤバ。え、ここから何分？歩いて6分。6分。これも廃墟みたいじゃん。あ、これも怖い。そうね、頑張りましょう。なんかさ、カフェあるよ、ここ。すごっ、昼はやってるカフェが。あ、ね、ちょっと待って。これ全部廃墟じゃなくてもね、夜のね、山の方が結構怖いね。そうそうそう、でも人いるから大丈夫じゃん。これ住宅街だよ。途中で道が終わるからそこにある。マジ終わった。そこが怖い。はい、皆さんこれから人がいない。うわ、めっちゃ暗、やば。うわやばいやばいやばいやば。まだライトがあるだけですか。そうね、ライトがなかったら。いやー、待って、次ライトがない。こんなに上、さっきでっかいマンションみたいなってる。そうだね。怖っ、怖っ、やば。これも廃墟だ、普通に。うわ、えぐ、えぐ、うわ、やばこれ。頑張ろう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 。人がいない、全然。終わりだわ。はい、着きました。あれだ、あれか、やば。うわ、見える、あの家。そう、うわ、見える見える。なんか多分2階建てで1階あるんだけど、それもう埋もれとる。じゃあもうちょい前行く。ちょっとだけ。もう道がない。
ここでね、Google マップの道も終わる。あれだ。ちょっと行き過ぎたね。怖い。怖いから。行き過ぎたらやばい。これか。なんかさ、ガス爆発したら、なんか、周りは誰もいないからさ、全然出さかれないよね。そうね。うん、弟と、まあ、何があったんだろうぐらい。そう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 。やばいね。うわ、怖っ。マジで怖い。片付けられもしないんだよ。怖っ。怖い怖い怖い。ここに来るまでも全部ほぼ廃墟だったし。よし、帰ろう。帰ろうか。なんかさ、下に何かある。川かな。滝？滝、川か、まあ何か。ね、あるね。そうね。何かある。じゃあ帰りましょうか。こういうところいたらさ、なんか帰るときに、後ろからなんか、ね、来ないか心配になって後ろ向いちゃう。そうそうそう。でも後ろ振り向いたら痛い。そう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 。違う。おい、おい。やっぱさ、後ろ振り向くとってなんかいっぱいいろんなやつあるね。別れちゃうとか、そう怖さ感じるとか。そう。よくないね。そうですね。前を向いて進んでいくってことが大事なんですね。そうですね。教訓として。教訓ですね、これは。でもさ、ホラーのストーリー来たら、なんか、しゃむするときは、眺めとじるじゃん。で、その時に鏡見ると後ろにいたり、ああ、そう、よくあるね。そういう想像が出た。そうそうそう。ちっちゃい時だからホラー映画とか見たらお父さんと一緒にお風呂入ってたもん、絶対怖くて一人でシャワー。マジで怖いよ。怖い。なんかさ、これ初めてだよね。普通に怖かった。マジでドキュメンタリーもうやんない気がすんな。もういいな、もういい。トリップの中でこういうシネスポット行くの初めてですね。まあこの企画をやろうと思った理由は、あの雨のせいでさまざまなアクティビティがなくなり、暇だったから。そうですね。実はパラグライダーですね。そうですね。やりたかったのに台風だから中止になっちゃった。中止になった。ああ、まあ次回ね。そうね。動画としては同じぐらいの面白さなんじゃないですか。そうですね。俺らとしてはまあとっても怖いからね。そうそうそう、なんかドキドキさが。そうね。あるから。そうね。オッケー、帰りましょう。はい、皆さん家に帰りました。よかったね。よかった。とりあえず家に帰れたから一安心だね。そうね。あと席も全然大丈夫。濡れてなかった。濡れてなかった。まあちょっと濡れてたのは雨のせいだね。学んだことはどんな場所でも、あの暗くて雨降ってたらバカ怖い。そうだね。とりあえず怖い。ふるいたほうがいいです。ふるいたほうが怖くねえよ。昼は行かなくていいよ。そうだね。ホラースポットと歴史的な意味がある心霊スポットみたいな、心霊スポットの中でもなんかいろんな種類のものが分けられるね。そう、ありましたよね。はい、皆さん、それじゃあ見てくれてありがとうございました。いいね。じゃあ、チェックシェアお願いします。お願いします。ウセルボーイズ1、2、3、ジワラじゃん、またね、ファンタポジワー。明日最後ですね。そうね。はい、ドスコイ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 。これもいくわ、もうだ。